くモさん。まあ、ちょっと2000万じゃやっぱ足んないですよね。うん。足らないですね、多分。まあだって、人生100年時代って言われてるわけじゃないですか。で、誰もがわかるとは思うんですけど、医療発達してます。これから停滞するのかっていうと、これからも発達するじゃないですか。薬も出てくるだろうし、手術の技術も上がるだろうし。ってなると、必然に、 寿命は上がるわけですよどう考えても。昔治せなかった病気も治せると。逆を言うと、治せるから、その分、生きようとすればするほど、お金はかかるってことですね。昔80歳で病気になって、この病気だと治せなかったけど、ね、10年後、20年後、医療が発達して、80歳になったとしても、その手術が成功する確率、高くなると思います。じゃあ、80歳以降も生きないといけないです。 で、医者は殺しちゃいけないんですよね、確か。意図的に。なんかね、ニュースでやってて、あの、久保さん知らないか知ってるかはわかんないですけど、これもちょっとすごい、まあ、問題、んなんか、なんですかね、聞いた時に、なんか、何が正義なのかっていうのはね、ちょっと、なんか今裁判やってるみたいなんですけど、なんかその、植物人間になっちゃった、なんかもう全然動けない女性の方がいて、で、 Twitter とかで死にたい死にたいみたいな誰か殺してほしいみたいななんかそういうのをつぶやいてたらしいんですよでなんかその医者の2人がなんかその医者だった当時医者だった2人がなんかその薬を投与して、まあ、殺したというかでお金もなんかその母親からお金を130万だとかな、なん,かもらなんか入金あったみたいな,なんかそんな話があってで今裁判になってるんですよ 医者がその人をこう意図的にこうあがめるというのはダメなんですよね。まあそ,のそれが確か患者の要望だったとしても多分ダメなんですよね。うん。まあ間違,間違ってはいないですよね多分。患者が殺してくれって言っても医者は多分殺しちゃダメなんですよね。うん。殺せないですよ多分。医者がそういうふうに求めたとしても。うん。 あじゃあ患者が求めたとしても医者は多分それできない。うん、だから結局き生きないとできないですよね、うん。もはや生きるっていうのがもう使命ですよね。使命というか、うん、まあねあの自分でこう命を絶たれる方もいらっしゃいますけども、まあ、基本的に生き,生きるっていう選択をする人がほとんど9割じゃないですか。 うんだからねお金はやっぱ稼がないといけないですね。うん、見てらっしゃい